ダメだ、フットボールです。負けた。ワールドカップが終わってしまった。今日はおふざけなしで本題入ります。まず今回のカタールワールドカップ、日本代表よくやりました。2大会連続のベスト16、ドイツスペインにも勝てるんだっていう私たちの常識をアップデートしてくれたこと、無能無能と批判した森保監督も幸運勝負師として結果を出した。勝ち負け以外にも森保さんの残した功績、今後の日本サッカーへの問いかけについてはまた後日動画にします。で、日本代表が素晴らしい、期待以上の活躍をしてくれた大会だってことを踏まえた上で、昨日の一試合、ラウンドオブ16、クロアチア戦について話します。 PK のことについても触れるんで、こっから先はなんで頑張りましたありがとうで済ませられねえんだって人はブラウザバックした方がいい。ではなぜ日本はクロアチアに負けたか、まずはスタッツを見ながらざっくり試合経過を追っていきます。前半43分、前田大然のゴールで日本先制1対0。後半10分にクロアチアペリシッチのヘディングで追いつかれ1対1。そのまま試合は90分を超えて15分ハーフの延長戦へ。120分を戦っても決着つかず PK 戦。日本は1人目南野、2人目三笘、4人目吉田が止められて、最終スコアは日本対クロアチア1対1の PK 1対3でクロアチアの勝利、日本敗退。一応システムの画像を出すけど、今日はあんまり戦術的な部分はやりません。どちらかが相手をはめ切ったような試合ではなく、割とオープンな戦いに近いゲーム。私は90分っていうか120分まで含めても勝てなかったから良しとは言い切れないけど、しっかりと戦えた悪くないゲームだったって思ってる。日本の失点シーンについて、鎌田が叩かれ気味でサイドからのアーリークロスに鎌田がもっと早く捨てればとか、ボールが飛んできた先の伊藤も相手がフルアウェイする動きにもう一歩ついていければって言われてるけど、あれはクロアチアフォワードペリシッチのヘディングシュートが良すぎた。コースも隅に決まってるし、何より威力が強い。頭鉄でできてんのかってくらい強いヘディングシュートだった。あれはワールドカップで点を取れるシュート。結局失点はこの1点だけで、これはディフェンスとゴールキーパーを褒めてよし。攻撃の方は前田の得点以外に2分コーナーキックのサインプレーから谷口、11分伊藤のクロスに前田と長友が詰め切れず、40分鎌田がテクニカルに相手をかわしてシュート、57分遠藤の強烈ミドル、79分ペナルティエリア内で相手を出し抜いた冨安は打ってほしかった、105分三笘のカットインからのシュートはゴールキーパーがスーパーセーブなどなど、決定機も多く日本の勝機は全然あり、120分を通してある程度は納得の好ゲームだった。これらの1個でも決められたらっていうところの惜しさと、もしもう一押しが足りなかったとすれば、それはベンチワークか。グループリーグのドイツスペイン戦に比べて交代の前後でチームに変化を起こせなかった。身も蓋もない言い方をすれば、このクロアチア戦の場合、日本は交代を行うたびに弱くなってった。特に鎌田堂安の交代後、2列目で時間を作るポイントがなくなってしまった。交代出場した選手で実際クロアチアの脅威となったのは三笘だけで、三笘投入後に次の手がなかったのが痛い。ここまでは90分で決めろ、120分のゲームの中で決着させろって話で、こっからは PK 戦の話になります。もうツイッターとかを見るとPK について批判をして炎上してるのを散々見たんだけど、それでも私は言うわよ。あの PK 戦は全然納得してない。あれが勝利するためにしっかりと準備できていた PK 戦なのかしら。PK は決して運だけでなし、技術 100% でもなし、技術と運の両方があるはず。キッカーの技術で言えば、南野の1本目のキックはスピード、コース、タイミングが相手キーパーにとって本当に厳しいものだったか。ケルジュンは立候補制だったらしいんだけど、キッカーの良し悪しや良い順番っていうのはちゃんとあるんじゃないのか。運っていう部分で言うなら、この PK1 本が蹴った決まった止められたじゃなくて、南野がこの 1,2 年に代表やクラブで置かれている状況、サポーターや世論から向けられている目、評価で言うと決して良い巡り合わせの中にいるとは言えないんじゃないかって思っちゃう。プロ選手の中には験担ぎをする選手も一定数いる中で、そういうものがメンタルに与える影響がどれだけあるのかっていうのを、ここはあんま突っ込んでいくと個人叩きや
戦犯探しみたいになっちゃうんで要注意なんだけど、 PK 戦が競技の中に組み込まれている以上、全ての要素を詰めていくのが上に行くための当然の方策なんじゃないかって思う。その観点で言えば、この試合の PK 戦がチームとしても個人としても無策、出たとこ勝負に近いものだったように私には見える。はい、じゃあ敗因の話はここら辺にして個人採点いきます。ゴールキーパー権田 6.5、 富安のミスを助け、モドリッチのミドルも弾いて、 PK も4本中1本をストップ、賞賛に値するプレー内容だった。センターバック吉田麻也 6.0、 クロスを右足アウトで折り返し、前田の先制点をアシスト、クロアチア相手に守備を1失点で抑えたのもよし。ただし幾度か見せたビルドアップのミス、リスキーなチャレンジは心臓に悪い。 PK 失敗も含めての 6.0 評価。センターバック谷口 6.5、 3人のセンターバックの中で最も安定したプレーを見せた。フィードのスムーズさも評価できる。センターバック富安 6.0、 場面ごとにプレーの良し悪しがはっきり出た。富安らしくない守備のミスと攻め上がりで怖さを出せる攻撃面でのダイナミックさ。79分のペナルティエリア内でフリーになった場面は、あれを折り返すのではなく無理な体勢でも打てる選手になってほしい。左ウィングバック長友 6.0、 いつも通りの長友のプレーができていた。こういう試合でもブレない強さを感じた。攻めの回数は多かったが、それが得点に結びつかなかったのは残念。右ウィングバック伊藤 6.5、 ドイツスペイン戦に比べクロアチアレベルであればサイドで完全に優位を取れていた。縦の強さの個人力。ボランチエンド 7.0、 今大会でのベストパフォーマンス。デュエルの強さは言うことなし。奪ってからの攻撃参加もスケールが大きかった。ボランチ森田 6.5、 中盤でよく動きボールを受けられるスペースを見つけ出していた。受けてからのコントロール、配球もワールドカップの決勝ラウンドで戦うにふさわしいレベル。左オフェンシブハーフ鎌田 6.5、 前半40分のシュートは決めたかったが、よく中盤でボールを収めてターンで剥がす、キープして運ぶ、ようやく実力を見せられた。右オフェンシブハーフ堂安 6.0、 鎌田と同じく2列目でのキープ、入れ替わってのターンでポイントに慣れていた。ファイトするところでしっかりとファイトできる選手。センターフォワード前田大然 7.0、 はめ切るプレスではないので無駄チェイスになることも多いが、それを含めた走りに前田大然の形がある。密集の中でいち早く反応したゴールも意外ではない。前田大然は走れてゴールを奪える選手という実力を見せられた一戦だった。交代選手ウィングバック三笘薫 6.5、 さすがに警戒されていたが、それでも決定機を喪失、決めきればヒーローだったが、最後は悲しい結末になってしまった。フォワード浅野 5.0、 前に蹴られて浅野頼むっていうのが無茶ぶりなのはわかるが、フィジカルも技術も不足していたのは否めない。ウィングバック坂井宏樹 5.5、 球大点ではあるが、コンタクトに厳しい審判のもとファールを取られすぎた。オフェンシブハーフ南野 4.5、 2列目でポイントになれるか、フィジカルで戦えるか、技術で優位を取れるかという点で堂安鎌田とは差があった。 PK 戦の1本目を外したことで重圧のかかる良くない流れを作ってしまった。運がなかったで済ますにはキックのコースとタイミングがどちらも甘すぎた。ボランチ田中を 5.5、 なんとか試合に入れたと思うが、チームを活気づけたりまたは安定させるといったようなポジティブな変化をもたらすことはできなかった。以上。はい、まとめ。これで日本のカタールワールドカップへの挑戦はおしまい。森保さんや選手は胸を張って帰ってきてください。大会中の成功は成功、失敗は失敗、それ以上でもそれ以下でもなし。もちろん南野も次またチャンスが来たら外さなければいい。今日はもうね、そんだけでいいでしょう。森保ジャパンについては総括の動画をあと1本作るので、よければそちらも見てくれると嬉しいです。じゃあ今日はここまで。ダメだフットボール小夢田でした。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。